した夏みかんのマーマレードとすり味噌で、味噌ジャムを作ります。味噌100にマーマレードをだいたい好みでいくけど、味噌の半分から同じか同量、これをよく混ぜ合わせます。先に IH は弱から12345強で3だからちょっと弱い、中火よりちょっと弱い。よし、OK。そのぐらいで、これでもう出来上がりです。今回の曲を作ったのは謎の主婦さんになります。今日は以前に作った夏みかんのマーマレードとすり味噌で、味噌ジャムを作ります。作り置いたらすごく便利で、焼き魚やらにも里芋の煮っころがしとか煮っころがしにも使って、こんにゃくとかも美味しいし、肉をこう混ぜと肉にまぶしとってもそのまま焼いても美味しいし、でお味噌汁にちょっと入れてもコクが出るし、まあ、いろんな使い道ができる。1本あったらとても便利だから、魚はすごい美味しかった。すごい美味しかった。すごい美味しかった。肉はまあまあぐらい。魚はすっごいうまかった。これは本当あんまりすごいうまいって言わんけど。で、お味噌すり味噌が 200g、 すり味噌 200g あります。これを割と小さめのお鍋に入れてで、ジャムの方もジャムっていうかマーマレードの方も 100g、 あごめん味噌200って言ったかもしれない。今日はもうちょっと少なめに作って味噌100にマーマレードをだいたい好みでいくけど、味噌の半分から同じか同量ぐらいにして、甘みの調整をする、甘いマーマレードやったらあれだしマーマレードちゃん甘いもんじゃない。甘いもんだけどやっぱ好みによってはちょっと砂糖を控えたりあるし、市販のものでもできるから、柑橘の方がいちごのジャムとかよりかはええ、魚の方に使えるけど、りんごジャムを使ってもええし、すごく作り置いて、置いたら普段の料理に幅が出るし、とても便利なものだから、でこう小鍋に入れたらこれをよく混ぜ合わせます。先に単純に混ぜる、こうすごくよく混ぜ合わせて、後で火にかけるから、やっぱ火にはかける、溶け出した時にはよく混ぜて混ぜ込んで、で火にやってるなんていうか、ジャムの方も火でかなり柔らかく練ってるから、保存が効くっていうかね、味噌も保存が効くけど。なるほどね。常温で保存できるの？常温で保存できるけど、まあできれば3ヶ月以内ぐらいには使い切った方が風味が逃げなくていいかもしれない。でこうやって混ぜて混ぜました。はい。でこれを火にかけます。火にかけます。ここから俺がやるか。でこれちょっと。普通に、中火ぐらいで3ぐらいにして、3か4ぐらいにして、そこでうちのIH は弱から12345 6強で3だからちょっと弱いぐらい、中火よりちょっと弱い。焦がさないようにそれを煮溶かすというか、ジャムやからね、煮溶かすように。そこが焦げないように混ぜ合わせる。ちょっとやらかくなってる。少し糖分が入ってるから溶けてくるよね。糖分でマーマレードとか作っとったら固まるから。じりじり出して、時間のある時にもったいないね、夏みかんとかそれから柚子とか、うん、で作ったものでジャムとか作ってあったら、それと一緒に、こうやって混ぜ合わせるだけで簡単にその味噌ができるから、まあ、柚子のジャムがあったら柚子ジャム作ってもいいし、うん、夏みかんで作ったものならこうやって。もう田舎やからいろんなものができるから、もう本当もったいないばあさんになってます自分でばあさんよそれでよくふつふつとこう煮溶かして、まだまだ、それからなんか下からちょっとこうふつふつと上がってくるようになってから、23分ぐらい、まあ火に。ちょっと柔らかくなってきたね。ここで弱火に落とす。いいね、そのままで。そのままで。焦がさないね。ここ結構きついな。もうちょっと火を落とそうか、そしたらね。消しちゃった。まあ自己ジャムやったらね、大体その、自分で作ったものだったら、固めに作ったり甘めに作ったり、いろいろあると思うんだけど、それに合わせて味噌を調節したらいいと思うけど、これは1対1。味噌と今回は1対1、その味噌もすり味噌でやってるからね、よく混ぜて、まあ鍋の底がもう見えてるからね、23分そうやってやったらいいと思う。柔らかいのもあるから、柔らかいのはもうほんとちょっと練る感じで、鍋の底が見えるようになるぐらいまでちょっと煮詰めるけど、もうこれはもうすでにかなり固めになってるから、ジャム作る時私も長持ちさせようと思ってちょっと固めに作った。これいつのジャムなの？この間作ったよね。まあ、いろんなあれをするけど、こうやって作っとったら保存食にもなるし、おにぎりにして焼いてもいいし、もう本当保存食でちょっとした時に。なんか戦の料理みたいなおにぎりにつけてやった。そうやね、まあ、保存で何かあった時には使えるっていうか、戦じゃー。おにぎりはほんと美味しいよ。あ、そうなの。おにぎり、魚は相当うまかったけどね。魚も美味しいし、ね、イワシが超うまかった、それと里芋とこんにゃくの煮っころがしに、味付けに使っても、そのまま使ってももう砂糖とかいらないから、これ一つで十分できるし、ほんととっても便利。やっこにかけてもいいし、いいよ。よし、 OK。 そのぐらいで、これでもう出来上がり。出来上がりです。これをきれいに煮沸消毒して乾燥させた容器で保存して3ヶ月以内に食べきるということで。これは今回のこの作ったのは、謎の主婦さんに送ります多分この収録が終わってからそのために作りましたってことで完成です。毎週、土曜日に動画を上げれるように頑張ってます。まあいろんなアイディアとかの動画というか料理を出してるので、よかったら登録してください。はい、完成です。